皆さんこんにちは、渡辺君です。では今回はゲレンデはアクシズの脅威 V レベル将軍編で続きをプレイしていきたいと思います。今回はまずオデッサ作戦、これを発動していきます。バガン軍はこれよりオデッサ作戦を開始する。オデッサ作戦、ジオン軍の生命線である中部アジア東ヨーロッパ間の鉱山地帯を奪還するための作戦である。国力の乏しいジオンからこの地を取り戻せば、連邦は地上の戦いで圧倒的な優位に立つことができるのであった。劣勢に立つ連邦軍は起死回生をかけこの戦いに挑もうとしていた。はい、では部隊、動かしていきましょう。まあ、大部隊動かせる戦力を用意してありますので、ここから一気に進んでいきます。ジムは水中対応、まあこれ、いわゆるアクアジムですね。これアップグレードできる状態になってますけども、アクアジムよりかは普通のジムでこのまま進んでいきましょう。では全部隊、突入していきます。オデッサですが、連邦が56、ジオンが26という、まあ単純なユニット数ですが、戦力になっています。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。まあ、まずはこのまま敵基地中心部に向かっていきましょうか。アークシーズの脅威部位も全く記憶がなくてですね、これ、まあ、いわゆる核イベントがあるのかどうかもちょっとちゃんと把握できていないので、まあ、慎重に進みたいところなんですけども、まあ、そうも言っていられない事情もあるので、まあ、一気に部隊は進行していきたいと思います。ガンダムタイプ、これを中心にですね、まあ、しっかりいい火力が出せるようにスタックをしっかり組んで進んでいければいいのかなというところですよね。では続いて敵のユニットですね、これを確認しておきたいと思いますが、その前にエルランドスパイイベント発生してます。エルラン逮捕しましょう。これ情報レベル B まで上げておいたのが功を奏したようですね。至急エルランを逮捕します。エルランを逮捕し尋問したところ、オデッサに核ミサイルが配備されていると判明しました。工作部隊を編成し核施設の破壊を行わせます。これで核イベントは阻止できそうですね。敵ですが、まあ、ザクタイプ、あとはグフ、それにここにいるのがアッザムですかね。まあ、新しい機体というのはまあ幸いにしてなさそうなので、このまま進軍していきましょう。レビルよ、聞こえるか？オデッサから手を引け。続いて、マクベから核の脅しですね。まあ、これはすでに工作部隊を送って阻止、イベント発生させてますので、まあ損害はゼロでいけると思います。本当ですか、レビル諸君。核ミサイルを撃つと言っているのですよ。わかりました。前進します。核ミサイルを発射せよ。なぜだ、なぜ核ミサイルが発射できないのだ。レビル将軍、工作部隊が核施設から帰還しました。敵は核ミサイルを使用できません。レビル、小賢しい真似を。では進撃していきましょう。各地で戦闘すでに入ってますね。できれば2ターンぐらいでね、このオデッサ攻略戦終わらせたいので、ゴリゴリ進んでいきたいと思います。さあ、ジムとザクの戦いですね。まあ、ここはもうジムの方が有利な状態になっていると思いますので、まあ、ジムをねこのまま量産していきましょう。俺にかかればこんなにムカリカリ。ホワイトベースから青い巨星ランバラル率いる独立部隊の攻撃を受けたと報告がありました。またそれによってランバラルの襲撃ですね。これはマチルダさんをもう一度送ってホワイトベース隊援護してイベントを進めておきたいと思います。ガルマザビ、そして青い巨星か。彼らがニュータイプ部隊でもなければこの戦果を説明することはできんな。
ホワイトベースがニュータイプ部隊だとお考えなのでしょうか。それならばぜひもう一度ホワイトベースへの補給を許可してください。見てみたい気がします、彼らの行く末。ありがとうございます。ホワイトベースをむざむざ敵にやらせるわけにはいきません。ではホワイトベースの補給に向かいます。開発部より。では徐々にではありますけども、オデッサの中心部に迫りつつありますね。このままできればこのターン2ターン目で攻略完了したいと思ってます。まあ、そのためにはヤザンやガンダムタイプ、陸戦ガンダムですね、これの活躍がないとうまく機能しないと思いますので、しっかり戦ってもらいましょう。ここはマクベのアッザムに素人バニング隊が攻撃を仕掛けているというところですね。マクベのアッザム撃破完了です。しかしまた一歩中心部に前進できそうですね。部隊数の戦力比でいうと、まあ、1対4ぐらいで連邦が有利な状態になってますので、まあ、このまま力で押し切れるかなと思います。ここが最後の、まあ、天王山になりそうですね。ただここも陸戦ガンダムバーニング隊と白で撃破、最後まで持っていきたいところですよね。3年生専用ザクワン、これを撃破して一気に3ユニット壊滅させました。ドアンも撃破。残っているのがズゴック、エースパイロットなし、このユニットだけになりましたので、これを撃破してオデッサ攻略完了と持っていきたいと思います。まあ、苦労はしましたけども、まあ、やり直しをしたことによって、まあ、だいぶ攻略楽になりましたね。あのまま進めてると多分攻略進んでいなかったと思うんですけど、まあ、序盤とにかく戦力を全部北京に向けて、その戦力をそのままハワイに叩きつける、まあ、これがやり直しでうまくはまったのかなと思います。ズゴックを撃破してまたヤさんがレベリング上がってくれたかなと思います。敵部隊は退却を開始しました。我が軍は敵の抵抗を受けていません。オデッサだけ特別ですね、この辺りの演出が。警戒態勢に移行する。連邦軍の一大反攻作戦オデッサ作戦は成功に終わった。これは連邦軍にとって初めての大戦果である。将兵の士気を大いに高めるとともに、連邦軍全体に反撃の機運を生んだ。ジオンとの激戦を制した連邦軍に反転攻勢の機会が訪れようとしていた。はい、ではオデッサ作戦完了しましたので、残っているジョングの拠点一つキリマンジャロですね、ここの攻略を次回行っていきたいかなと思います。では今回はここまでにさせていただきます。